中国ではシックハウスの問題も深刻です。中国口蹄疫院士で呼吸疾病専門家の蕭南山氏は、中国の白血病患者児童の9割の住宅が高級リフォームされており、毎年210万人の子供が内装材料が原因で死亡していると指摘しました。この発言をきっかけに、中国の住宅汚染問題に注目が集まっています。広州日報の報道によると、広州で12日に開催された乳幼児の発育と室内環境に関するシンポジウムで講演した蕭さんは、室内の空気が乳幼児の発育成長、さらには疾病にまで影響を与えると指摘しました。蕭さんは中国環境保護協会の統計データをもとに、白血病を患う子どもの患者のうち 90% の家庭が住宅高級リフォームを行っており、毎年210万人の子どもが内装材料汚染が原因で死亡していること、80% の内装材料で基準値を超えたホルムアルデヒドが使用されているとし、妊婦の流産の 70% も環境汚染と関係があると指摘しました。蕭さんが驚くべきデータを明らかにしたのを受けて、中国では室内環境の汚染問題に注目が集まっています。一方、SNS 大手のテンセントでは、医学博士が15日、蕭さんの発言は信用できないとコメントしています。我跟你讲，几乎周边都会经常爆出这种事情。周边他算讲一点真话的人，是吧？虽然他是体制内的人，但是因为他是有科学家，科学家不能说假话，哎，所以我觉得他讲的还是比较靠谱的。你知道，在中国搞个装修的人都想死一回，那累的要死，而且这是一个甲醛污染的问题。事实是这个样的，据我观察和了解呢，也是，只要是有家庭有白血病，也就是说血癌的这样的患者的话，基本上都是家庭有个新装修。もしも白血病にならなかったとしても、健康に影響があるのは間違いないと蕭さんは言います。原因呢，是因为所有的这些产品里面，它使用了叫做化学溶剂。你比如说，从装修的角度，装修里面用了大量的木材和胶合板，还有油漆，油漆里面都要含甲醛苯。他们的化合物形成的这样的溶剂，才可以把油漆和粘合剂让它具有流动性，然后才可以把木头啊或者它表面的一种贴膜粘结在一起。但是呢，这种溶剂粘结下来之后，它的甲醛的释放的时间，如果彻底消失的话，至少是100年到200年之间才能够散发干净。ホルムアルデヒドの汚染問題を予防することは不可能であると蕭さんは指摘します。唯一の方法はこうした木材や塗料を使わないようにするしかありません。但是目前可能还没有人能够做得到这一点吧。这就是目前的严峻现实。中国政府は15年前から民間の建築について室内環境汚染を抑えるためのルールを定め、10種の有害物質を含む建築材料の使用量を制限しています。それにもかかわらず、人体の健康に影響を及ぼす建築材料の汚染問題は後を絶ちません。これは政府が定めるホルムアルデヒドの安全基準値が低い上に、家具などの環境基準値が低いことが原因であると、専門家は指摘しています。新東人テレビがお伝えしました。